いつもご視聴していただきありがとうございます。フォルクスワーゲンハスダ柴田です。よろしくお願いいたします。本日ご紹介するお車はこちらでございます。アルテオンのシューティングブレイクでございます。こちらの電車のグレードは R ラインアドバンスというものでございまして、 R ラインアドバンスご紹介いたしましては、標準装備で20インチのアルミホイールであったり、あとは R ラインアドバンス専用のレザーシートが特徴的でございます。またこちらの展示車なのですが、ラグジュアリーパッケージというものが搭載されておりまして、こちらの電動パノラマスライディングルーフであったり、こちらなんですけども、オーディオのハーマンカーノンというのが搭載されているお車でございます。またシューティングブレーキを横から見ていただくと、とても長いイメージが特徴的なのですが、実はクーペモデルと全長は変わらないモデルになっておりますので、こちらもぜひ展示車を見ていただけたらと思います。最後にラゲッジルームのご紹介です。こちらがアルテオンシューティングブレイクのラゲッジルームになります。アルテオンのシューティングブレイクですと、ラゲッジルームが565リッターで、クーペタイプが563リッターの収納が可能となっております。またこちらのドリフトバッグが、なんと横に詰めるくらいの幅広いサイズとなっておりますので、ぜひゴルフ好きな方なんかはとてもおすすめの車となっております。最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの店舗ではアルテオンシューティングブレイク、それからクーペタイプもご用意がございます。今週末デビューフェアも開催されますので、ぜひお越しくださいませ。ありがとうございました。